を勉強しています。There, place is. There, ありますと。場所がありますと。私が覚えている。私の人生、ね、の中で。にもかかわらず、いくつかは変わってしまった。いくつかは永遠に変わらない。あるいは永遠ではないというふうにも訳せるよね。この not をどっちに訳すか。ね。難しいところだ。いくつかは行ってしまった。そして残っている。これらの場所は彼らの、それらの瞬間を持って思い出を持っているとね。で、恋人たちや友達と一緒に私はまだ思い出すことができると。いくつかは死んで、いくつかは生きている。私の人生の中で私はそれら全部を愛しました。過去形で表している。そして、but of よく使う、of all ね、of all よく使う。しかし、これらの友達や恋人たちの中で、はい、また there is 出てきた。誰もあなたと比べられるものはない。はい。そしてこれらの思い出は失われた、ね、意味を失った。私が思うとき何か新しいものとして愛を考えると、ね、私は決して愛情を失うことはないと分かってるけど、ね、私は、はい、また現在完了出てきた。しばしば立ち止まって考えるんだ。それらについて、私の人生の中での私が、今まで関わってきた、思い出せる。ね、私はあなたのことを何よりも愛すでしょう。というふうに訳してもいいし、もっと愛するでしょうと言ってもいいかもね。この辺、特に現在完了よく出てくるよね。そして分かってますと。で、これしばしばね。立ち止まって考えると。それらについて。ね。もう一回ここから言ってみよう。はい、ここ苦しい。ゾウにもかかわらず。私は分かってるにもかかわらず。決して愛情をなくすことはないだろうと。ね。for は向かう前置ね。人々や、そのものの。で、後ろから就職なので、以前になくなってしまった人やものの。ね。私は分かってるよ。しばしば立ち止まって考えること。それらについて。私の人生の中で、私は I will 未来形でもっと愛するよ、あるいはあなたが他のものよりも何よりも愛するよという感じですね。ピコッ。